さん、こんにちは。今日は、吉原遊郭の、花魁について、ご紹介するよ。江戸城大奥とか、吉原遊郭とか聞けば、美女がてんこ盛りで、エロい場所ではと、興味津々の方々が多いと思います。また、豪華絢爛の、表舞台の裏では、悲惨なことが行われていたのでは、という興味も並々ならぬものがあるはず。そこで、今回はそういう方々の好奇心を、たっぷりと満たす内容になっております。それでは早速行ってみましょう。レミリア、今回は遊郭だ。吉原の花魁の生活を取り上げるぞ。あら、素敵じゃない。言葉と表現に気をつけて、詳しく教えてよ。よし。まず、遊郭とは、江戸時代にあった、遊女、遊び目を集めた場所、のことだぜ。遊女というのは、その、なんだ。春を売る女性のことで、他には、傾城とか、浮かれ目といい、万葉集にも見られるというから、古い起源があるんだよね。ああ、世界で最も古い職業と言われるわね。そそ。要するに、人の集まる場所にはどこにでもいる、と言われているが、この遊女を一箇所に集めた場所を作ったのが、豊臣秀吉なんだって。1585年に、大阪に建設した新町遊郭が、遊郭の始まりだということだぜ。ふーん。秀吉が最初なんだ。そう。その後、秀吉は京都に、柳町遊郭を作ったんだが、こっちはいろいろ移転して、最終的に1640年に、島原遊郭となったのだぜ。そして徳川幕府も、1617年、江戸の町に点在していた遊女屋を集めて、現在の中央区日本橋、人形町付近の、吹屋町に、京成町を建設をしたのが、吉原遊郭の起源だ。その後、1657年に、浅草の新吉原へ移転し、なんと昭和まで存続したんだって。この吉原、島原、大阪新町を、三大遊郭と言うんだぜ。なんで遊女を、一箇所に集めるようにしたのかな？それはな、ひとえに幕府が、治安や風俗を取り締まりやすくするためと、税金徴収しやすいためという、取り締まり側の都合だぜ。それに、こういう場所で働く人から遊ぶ人まで、出入りが管理できるということと、こういう場所はやはり、一般庶民の社会とは、違う性格の場所、とする必要もあったということなんだって、なんとなくわかるような気がする。だな。だからどの場所も、大都市の真ん中じゃなくて、周辺部に作られたのだ。そして、周囲を溝や塀で囲んで、出入り口は一箇所のみ、という位置と、構造になっているんだぜ。ちなみに遊郭は、クルワとも呼ばれるんだが、これは城の中の、城壁で囲まれた、クルワと同じ意味なんだって。なるほどね。そう。ちょっとたんま。え。それで、遊女にもランクがあるんだぜ。最初の頃は太夫と、橋女郎しかなかったが、その後、太夫、花魁、孔子、局、橋女郎、桐見世女郎と、細分化したんだぜ。もちろん、美貌と教養、稼ぎ具合でランク分けされてるんだ。そして太夫から、花魁と呼ばれるようになったんだが、この語源が、妹女郎や客が、花魁とこの姉さん、と呼んだからという説もあるんだが、はっきりしていないんだって。へえ。これって、下の身分から出世できるのかな？いやいや、江戸時代初期の太夫は、関ヶ原の合戦で、東軍に負けた、西軍の武将の子女だった、と言われるくらいで、美しさと舞や芸事のほか、和歌とかの教養を、身につけた人だったらしいぜ。江戸初期の頃は、大名などの客もいたから、高貴な身分の人と、対等に会話ができるように、華道、茶道、香道、碁や将棋なども学び、学問や技芸に優れた太夫が必要だったんだって。だから、その後は若室という、小さい少女の頃から美貌で選ばれて、様々な芸事や教養などを教えられ、品格や知識を身につけて育成され、花魁となったのだぜ。なので、花魁の待遇は、他の遊女とは別格で、カムロがついて雑用を行い、心臓と呼ばれる、若い見習い遊女が、身の回りの世話を行ったんだって。へぇ。花魁って、選ばれた人なんだねー。ちなみに、最下位の桐見世女郎は、安価で多くのお客様を取らされたので、
病気で亡くなることが多かったとか、お客の方も、病気を移される率が高くて、鉄砲女郎と、別名があったらしいぜ。それで、それだけの花魁のお客には、それにふさわしい相応のマナーが求められたのだぜ。大金を払えばいいというものじゃなかったし、お客としてふさわしいかどうか、花魁に認められないといけなかったらしいのだ。お客は花魁との顔見せから始まって、3回ほど通って、ようやく一夜を共にできたと言われているんだ。へえ、大金払っていうこと聞いてもらえないと、切れる人いなかったのかな？うん、こういう場所で、無粋なことをするわけにはいかなかったんじゃないかな。それに、ルールを知らずに失礼な振る舞いをすれば、客といえども、吉原全体から締め出されたらしいぜ。位の高い花魁になればなるほど、厳しいルールがあり、馴染みになるために、莫大なご祝儀と、礼儀が必要だったし、花魁と馴染みになるためには、何度も通って、乗客として認められる必要があったのだ。一回こっきりでも、庶民には手の届かない額だったので、ごく限られた豪商や大名が、馴染みとなれたのだ。へえ、すごいわね。そう、ちょっとたんま。え。うん。3回通って、やっと客としての財力や人柄を認められて、乗客とされて初めて、客から花魁を指名できたんだが、こうやって一度、特定の花魁の馴染みとなった場合、同じ花魁を指名し続けるのが、粋な遊び方で、疑似夫婦のような厚遇をされるのだって。しかし、すでに馴染みの花魁がいる客が、他の遊女に通うのは、浮気とみなされて、お客は、吉原大門のあたりで捕らえられて、お金を支払って詫びを入れたそうだ。それに、馴染みになった後でも、花魁は決してお客にこびたりしない。気に入らなければ振ってもいいので、お客は馴染みになっても、常に緊張していたんだって。へえ、なんか魔女っぽいお金持ちが、喜ぶところなのかしらね。一応、何百年も続いたから、こういう厳格なルールも必要だったんじゃね、と言われているぜ。要するに、この時代の結婚は、親の決めた家同士のもので、恋愛感情なしだったからな。疑似恋愛を楽しみたいとなると、こういうところへ行ったのではないかと。なるほど。恋愛っぽいことをしてみたかったのかい。それで花魁道中ってのは？おう。あれはな、花魁は、引き手茶屋を通して、呼び出しをして、遊女屋から出勤するものだったのだ。なので、呼び出された花魁が、カムロや振り袖心臓を従えて、大名行列みたいにして、遊女屋、揚げ屋から、お客の待つ引き手茶屋の間を、行き来することを、花魁道中と呼んだのだぜ。あとな、アリンスというような、独特の狂わ言葉は、当時は標準語がなかったから、考え出されたものだって。各地方から、いろんな事情で集められた遊女たちが、出身地の奥に言葉が出ると、お客が現実に戻って、興ざめすると困るからと、現実世界と違う言葉が使われるようになったらしいぜ。それとな、本気で好きになって、遊女を辞めさせたいと思った場合、身請けという方法を取るんだぜ。遊女や花魁は、借金の型に売られてきて、年季暴行してたんだけど、利子が高額で、大変な借金を背負っていたから、このお金を肩代わりして払ってあげると、遊女は自由になれたんだな。ちなみに、姫路藩主、榊原正峰に見受けされた、高尾太夫は、6000両、約5億円だったと言われているぜ。へえ、いろんな意味で、現実離れしているところだったのね。おう。明治時代に入ると、徐々に遊郭は減少し、1957年の売春防止法で、廃止となったのだぜ。以上、いかがだったでしょうか？お座敷では、花魁がお客よりも上座に座ったんだって。へえ、すごいわね。単に綺麗どころと一致する場所、というだけじゃなくて、浮世絵とかで、江戸の文化になってるみたいだ。裏ではいろいろ悲惨だったろうけど、あそこまで行くと文化かもしれないわね。今回の解説をご覧になって、何か参考になることがあれば幸いです。いやいや、もっとすごい、吉原遊郭の生活について知ってるし、という方がいましたら、ぜひコメント欄で教えてください。高評価ボタンと、チャンネル登録もお願いします。
それではまたね、バイバイ。